フローレンス・クックフローレンス・クックは、イギリスの著名な霊媒師、英国最初の完全物質化霊媒として有名、ウィリアム・クルックスによる調査を受けた。一回だけ、非常に原始的なトリックを暴かれたことがあり、また同じく物質化現象を起こすことがあった霊媒、ディディ・ヒュームが、あれは本物ではないと述べたという説もある。一方で、大量の証言、綿密な調査報告、写真があり、むしろ、 あのトリックは何だったのか謎だという意見もある。未だに真議が取り沙汰されている霊媒の一人。1856年ロンドンのイーストエンドに生まれる。幼児から霊を見たり、その声を聞いたりすることがあったが、想像だと思っていたという。1871年15歳の時、ティーパーティーのテーブルターニングで霊能力に気づく。自宅で高齢会を開くようになり、自動書記で、 ザ・スピリチュアリスト誌の編集者と知り合いになるようにというメッセージを得る。その縁でドルトン協会で高齢会を行うようになるが、レイがフローレンスの衣服を剥ぎ、また着せてみせるなどのハプニングが起きたため、公開高齢会への出席を中止。1872年4月、自宅でトランス状態に入ったところ、ケイティ・キングと名乗る例が現れ、 以後3年間を訪れて様々な現象を示すことを約束。両親とフローレンス、妹ケイティー、メイドのメアリーで、ハクニーサークルを結成。裕なチャールズ・ブラックバーンが1年間の弁護士、依頼料を援助。1873年恒例会に出席した、ウィリアム・ボルクバンが、ケイティー・キングがフローレンスに似ていたため詐欺だと怒り、霊視をつかむ。驚いた、他の出席者が慌てて、 ボルクマンを取り押さえると、弟子は消えた。ボルクマンがすぐにキャビネットを開けてみると、縛られたままのフローレンスが鼻血を出していたが、無事だった。なお、KT キングの予防はあまり一定していなかった。基本的には、フローレンスに似た都市格好だったが、肌や髪の色が変わったり、顔立ちが変わったりすることもしばしばあったという。この頃、DD ヒュームの調査をしていた、クルックスが、 フローレンスの調査を申し込む。1874年2月、クルックスがフローレンスと、ケイティ・キングに関する調査を発表。1874年5月21日、ケイティ・キングが二度と現れないことを宣言して去る。1874年結婚し、霊媒をしばしば休業するようになる。ケイティ・キングが去った後は、マリーと名乗る霊が現れるようになり、 高齢会で踊ったり歌ったりするパフォーマンスを行った。1880年1月9日、ジョージ・シットウェル卿がマリーを掴んでみたらフローレンスだったという事件が起きる。以後フローレンスは高齢会の間自分の手足を縛り、さらに自分がこもっているキャビネットに立ち会い人を入れておくことを要求した。1899年ベルリンのスフィンクス・ソサイティの実験高齢会に出席。 マリーが出現し、その信憑性が確認された。1904年4月24日、フローレンス・タ会、ウィリアム・クルックスは、自分の死後存続に対する確信の多くは、彼女の確かな霊媒能力によると再度宣言した。ありがとうございます。